はい。ですね、モルツビールのお葬式をやろうと思います。はい。残念ながらね、サントリーのモルツがですね、9月ぐらいで終わりということで、まあ、悲しんで、お葬式を、ということでですね、この 500ml の、やつをですね、6本買ってきまして、まあ、とりあえず3本ぐらい飲もうかなと。でも、このモルツビールね、意外とね、なんかそもそもがしてレアっぽいですね。なんか、スーパーに売ってなくて、てか、ほんと大体のスーパー売ってねえんじゃねえかな。で、酒屋行って、3軒ね、結局ね、スーパー行って、酒屋2軒行って、ようやくね、売ってましたから、モルツビール自体かなりレアなんではないかと、思います。まあ、俺もよくよく考えてみると、このモルツビールってあんまり見かけないなと思ってね。一軒しか見かけたことがなくて、そこ行ったらようやく売ってた。まあいいや、乾杯。ああ、うま。やっぱり。うん。まあ、モルツはもうね、そもそもがして、缶しか売ってないんですよ。瓶のやつはもう、なくなっちゃったからね。うん。ああ、うまい。なんというか、香りがいい。モルツさん香りがいいのと、まあ、コクはないんだけど、まあ、あと普通みたいな感じかな。うん。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 5%。そして天然水 100% 仕込み。となってます。ね。まあ、いわゆるこれは麦芽 100% ビール。うん。個人的にサントリーのね、プレミアムモルツは好きです。なぜか。なぜかプレミアムモルツというか、これ、こっちの方がうまいという、現実。なんでだろうね。うん。こっちの方がね、なんか変な香りが、プレミアムモルツって、香りがいいんだけど、やけに香りが強い。うん。ですよね。なので、うん。ちょっとこれ甘みがある。プレミアムモルツよかね。まあ、香りはあれかもしんないけど。ちょっとね、プレミアムモルツはおとなしい。こっちはやっぱり、ちょっと荒々しさがある。的なね。サントリーモルツ終了。寂しい。でも、ザ・モルツ新発売。何が変わるの?という記事があります。サントリービールが1986年から販売しているスタンダードビールのモルツが終了して、ザ・モルツを9月8日に新発売と。1986年って俺が生まれる年の1年前ですね。結構長いな。サントリーのビールブランドは、このザ・モルツと売れ筋の高級ビール、ザ・プレミアム・モルツと醸造家の夢と名付けたスーパープレミアムクラスのザ・プレミアム・モルツ・マスターズ・ドリームの3本柱でビール市場活性化を目指します。
このザ・モルツ新発売するやつは、プレミアムモルツよりか40円安い。40円安い。この普通のモルツに比べると、いくらなん、どれぐらい高いんだ。よくわからない。でも、プレミアムモルツってだいたい200円ぐらいでしょ。40円安いって160円じゃねえか。むちゃくちゃ安いじゃん。嘘つけ。嘘つく。ザ・モルツの店頭想定価格は 350ml 缶で220円。税込みで220円っていうことは、まあ、やっぱ200円ぐらいってことか。まあ、モルツと変わんねえか。むしろ高いかってぐらい。あれ？プレミアムモルツって220円ぐらいするっけ？しないよな。スーパーで買ったら200円ぐらいで買えるよ。このモルツはやっぱりちょっと甘みがあるのが特徴かな。若干。本当にこれがガッカーマジやん、もう。マジサントリー。どうしようもなくなるな。まあ、一般的にやっぱりプレミアムモルツが売れ筋だから。ねえ、サントリーといえばプレミアムモルツみたいな感じで、いわゆるプレミアムモルツの劣化版のモルツはもういらないってことなのかな。にしたってさ、モルツのさ、いわゆるさ、あの大瓶バージョンのモルツザドラフトがさ、まずすぎてさ、これなんなのマジで。薄すぎんだけど。モルツザドラフトめちゃくちゃ薄いしさ、なんかビールっていうよりなんかのリキュール系列だよね。味が。なんかあの、アルコールの味がするんですよね。だから嫌なんだ。嫌なんですよ。で、ザ・プレミアム・モルツのマスターズ・ドリームっていう、あの前、俺が買った瓶のやつですね。これも大してうまくねえくせにクソ高いんで、250円とかするんで、これはもうなし。ので、買わない。ので、で、あとはクラフトセレクトシリーズ。まあ、これも限定なんでもう買わないでしょ。あと、カールスバーグビールっていう、あの、あれがありますね。外国のビールがありますね。まあ、これはまあ、前飲んだことあるけど。まあ、外国ビールなんでやっぱり、あの、値段が高いっていう。のでなし。と考えると、金麦が第3の B。これぐらいか。まあ、プレミアムモルツも県内に入れて。まあ、でもプレミアムモルツ買うんだったら俺エビス買うしな。だから、これでザ・モルツがまずかったら、あの、買うビールはもう一切なくなってですね。第3のビールのみ、金麦のみ、サントリーからは買うということになります。どうなんでしょう。プレミアムモルツとエビスがあったら、絶対エビス買うんで、同じ値段だしね。っていう人もいれば、まあ、プレミアムモルツの方がうめえわっていう人もいるとは思うんですけど。まあ、9月8日に、このザ・モルツというのが、
新発売しますんで、まあ、多分、このモルツの劣化だと思うんですよ。ほぼ間違いなく。だって劣化じゃなかったらお前、なんで発売するのって。このままでいいじゃん。ね。絶対なんかの原料を多分、劣化させて、来てるんですよ、100%。もうこのままだ、このモルツばっかりだと、もうダメだから。もう採算取れねえから。絶対そうなんです。間違いない。もう 100% 間違いないです。うん。それじゃなかったらね、わざわざね、新発売しませんよ。味変えて。ね。まあまあ、モルツザドラフトはクソまずいし、これも完全にこのモルツザドラフトはもうマジでクソだよ。これ何を考えて作ったのか。結局瓶ビールだから、基本的に俺瓶ビールよく買うんですけど、瓶ビールって何がいいかっていうと、安いっていうのが、量が多くて安いっていうのがいいところなのに、それに多分目をつけてか、基本的にほら店で瓶ビールって売れるでしょ。だからやっぱ売れるんですよ。だから多少その売れ筋のところを、ね、儲かるからってさ、劣化させてさ、多分、劣化させたんですよ。モルツを。モルツザドラフトにして。味を薄くして、多分これ炭酸水混ぜてんじゃねえかな。モルツに炭酸水混ぜて、その混ざった分のやつをアルコールで、スピリタスかなんかで薄めてるんちゃうかなって思う味なんですよ。まさにそれなんですよ。すごい！今俺的確のこと言った。モルツザドラフトまさにその味ですよ。モルツザドラフト多分このモルツに、炭酸水でまあ、2割ぐらい炭酸水で埋めて、で、その2割埋めたから、アルコール度数が低くなったから、その分、スピリタスかなんかアルコールで、ウォッカかなんかで、ピアーって入れた。だけ。そんな味。うん。すごい、珍しく的確なこと言った、俺。自分で言ってちょっと納得してしまった。モルツザドラフトの、この味に。ね。はい、どうも。ユッキーでございます。ちょっとあれですよ。こういう、最近、あれ、タバコ吸わなくなったから、もう禁煙しましたからね。なかなかね、動画でね、顔出すことなくなりましたからね。こういうとこでちょっと、顔を、無駄に見せて、いかないと。俺がどういう顔をしてる人間か、わからん。俺の顔をね、知らん、人が結構いますか。前いたのがね、俺酒ばっかり飲んでるから、なんだっけな。酒ばっかり飲んでるから、おっさん、まあ、今の年齢でもおっさんなんですけど、もう28ですからね。もうそろそろ28歳になりますから、まあ、あれなんですけど。もう40ぐらいのおっさんじゃないかなって、
いう人いましたんでね。で、顔出したらね、あ、すごい、案外若いんですねっていうコメントが来てですね。何歳だと思ってたんだよって突っ込んだんですけど。ああ、うまい。ああ。やっぱうまいな。ああ。うまい。さすが、サントリー。まあ、サントリーって別に俺は、サントリー推しじゃないですけどね。まあやっぱり、キリンだな。ビールならキリンですね。うん。あ、そうだ。あと聞いておきたいことがあって、リスナーさんにですね、聞いておきたいことが、一つあるんですけど、今までの動画で、まあ、普通に顔出して、こう飲むパターンで行くか、で、今まで通りこうやって、こんな感じで、こう、瓶とか、こういう缶を移して、まあグラスに注いだりして、こうやって飲むか。の、どっちがいいのかなって思うんですよ。まあ普通に考えて、俺は、こっちの方が、こういう飲み方、こういうとこでやって、こうやって飲んで。た方が、何がいいかっていうと、まあ、何を飲んでるかまずすぐわかるし、別に俺の顔なんてイケメンじゃないし、ね。で、あと、まあ、そうですね。まあ、グラスに大体注ぐんで、まあ、ビールの、とかね、色もわかるし、基本的にわかりやすいんです。でもどっちがいいのかなという。まあ、俺としてはよくわからないんで。まあ、稀にね、顔出してた方が、なんか、いいとかっていう人もいますけど。なんかそこら辺はね、ちょっと聞いておきたい、とこでもある。わけですよ。で、本来ならば、俺結構放送中に、ググったりするんで、ね、うん。さらに言えば、俺が、この今の映ってる画面、プラス、下に、まあ、もしくは半分あたりで、ワイプみたいな感じで、サイトを表示できれば一番いいんですけど、俺の編集技術がないんで、まあ、それはちょっと厳しいんですが、まあ、だから微妙にここの画面を、微妙に載せて、やってるんですけど、これだと、半々ぐらいで、俺モニターが映ってるんで、まあ、割とちょっと何が、見てるかわかるかなみたいな。で、あと、つまみを食いながらとかだと、何のつまみを食ってるかとかわかるわけでしょ。だから多分ね、俺が感覚的に言えば、まあ、こっちの画面の方が多分いいとは思うんですよ。だから今まで通りね、まあもうちょっとでね、俺、最近気づいたんですけど、四つ目のね、アップロードした動画がですね、もう酒動画、この飲酒動画が931来てますから、
もうちょっとで1000ぐらいになるんで、1000個も動画上げたかっていう感じなんですけど。まあそんな感じの記念にですね、まあ、結構ね、見てくれてる方も1000人超えて、今、何人だこれ。見てくれてる方というより、チャンネル登録してる方が、1100人超えてますから、ちょっと、ね、いい機会なんで、ね、ちょっと聞いときたいところはありますね。うん。で、あと、イケメンならいいんですけど、俺は基本的にあんまり、素顔、というか、グラサンかけた方が多分、あんまり俺目が、よろしくないんで、だいたいこういうグラサンをかけたりとかすると、ちょっと安心するんですけど、目がだいたいね、一重だったりするんで、うん。でね、グラサンをかけるとね、それはそれでめんどくさいっていうかね、モニターの色がね、茶色くなるんで、それが嫌なんで、最近は、パソコンの、ジンズ PC っていう、ね、パソコン用メガネをかけて、るんですけど、まあまあまあ。まあでもね、パソコン用メガネって言っても、俺本当にだいたい一日中パソコンいじってますけど、全然ね、このパソコン用メガネむしろ疲れるんだよ。だからね、あんまりかけたくないんだけど。でも、グラサンかけるとね、ヤンキーみたいだとか言われるんで、ね。本当になんか、グラサンをかけると、俺全然ヤンキーじゃないんですけど。むしろオタクなんですけど。こういうのをかけると、ね、なんかヤンキーだとか言われる。元ヤンですかとかって言われる。ニコ生でね、これね、かけながら放送してたらなんか、元ヤンですかとか言われたんで、タイトルを元ヤンがとかにしたら、すげえ食いついてきた人がいて、で、しゃあないから適当に話し合わせて、たんですけど。いや、本当にね、あれですよ。全然元ヤンじゃないですか。だからね、あんまりね、グラサンはね、かけるとね、まあ、やっぱモニターが茶色くなるのが嫌なんだよな。で、あと、これ結構、この動画結構長くなりますよ。うん。多分最後まで見る人いないんで、どうでもいいんですけど。まあ、こういうね、長い動画だからこそ、あえて、言いますけど、言いますけどっていうか、うん、こういうね、こう微妙なこの時間帯に24分ぐらいに、こう誰も見てないだろうなっていう時間帯に、まあ、言いますけど、
この動画ね、作っててね、俺ほとんど無編集なんどころか、ほとんどどころか、ほぼ 100%、99% は無編集なんですけど。なぜかっていうと、俺がめんどくさがり屋だから。ですね。うん。ね、もう、めんどくさがり屋なんで、基本的に。無編集。で、しかも、4つ目の場合、ニコニコ動画と違って、めちゃくちゃね、簡単でいい。めちゃくちゃ簡単でいい。ただ動画に、撮ってね、そのままピッて上げればいいだけなんで、ニコニコ動画の場合だと、サイズの制限があって、何以上はダメです、みたいなのがあるんですよ。サイズに制限がある。サイズに制限があるんで、長い動画とかだと編集して、さらにあれをしないといけない。なんだろう。エンコード。をしないといけないんですよ。そう。だから、腰つべはすげえ楽でいい。ああ、酔っ払ってきたな。うわ。最近、このカメラも、新調しようかなとは思うんですけど、まあ今使ってるのがね、ロジクールの、ロジクール。ロジクール、カメラロジクールすげえいい。ロジクールのね、このね、カメラめちゃくちゃいいんですよ。だけど、若干こう、あれがあるんで、まあ、安い1000円ぐらいのやつ。2000円ぐらいか。ロジクールの120万画素の C270 ってやつ。なんですけど、まあ、いいはいいんですよね。これ、ロジクール。カメラはやっぱりロジクール。で、さらにここにね、マイクがついてるんですよ。で、このマイクの感度もむちゃくちゃ良くて、俺が適当にこうやって喋ってるのも、これ、その、マイクっていうより、もともとはカメラの付属マイクで、これ録音してるんですよ。これすごいんだよな。カメラの付属のマイクで、こんなに、そのさ、音拾うっていうのがすごいんだよな。だから、とりあえずロジクールのね、録音機能付き、そのマイク付きのカメラで、なんかおすすめもあればね、ぜひ。もうちょっと画質がいいやつ。前俺買ってめっちゃひどかったのがね、あなたエレコムだったかな。カックカクなの。このさ、30fps ぐらいなんだよ、多分これ。いや、わかんないけど。この、あれが、映像のこの、サササってこの fps って言うんですけど。これがカクカクなやつ。10fps ぐらい、10fps ぐらいしかないやつがあって、それマジゴミだった。ゴミだったんですけど。でもこのロジクールの一番高いやつだと11,257円もする。むちゃくちゃ高い。まあ、むちゃくちゃ高いんですけど、まあ、
高いんだけどさ、確かに高いんだよ。確かに高いんですよ。ウェブカメごときに1万超えて出すかっていうと。って感じになるんですけど、実は、ここだけの話、実はですね、1万円で今俺悩んでましたけど、実はちょっと買おうかなって思ってる。買おうかなって思ってるんですよ。それは何かっていうと、実は、ニコニコでですね、知ってる人、このニコニコ動画を見てくれてる人、今ここにいるかわかりませんけども、実は、ニコニコ動画でですね、以前、めちゃくちゃ当たった動画がありまして、まあ、いわゆるですね、腰つべの方にもあげたんですけど、爆発動画というのをあげたんですよ。ハンダゴテの作業中に、爆発事故、みたいなのが、あげたんですけど、これがむちゃくちゃ当たってですね、なんと、たったの一つの動画でですね、最近、お金が入ったんですけど、ニコニコ動画でね、お金が入るシステム。まあ、腰つべの方にもお金が入るシステムがあるんですが、それでですね、いくら入ったかっつうと、まあ、異例のですね、8万円入ったんですよ。一つの動画で8万円入ったんです。一つの動画でっていうか、まあ、その1ヶ月でですね、1ヶ月の収入として8万円その動画のおかげで入っちゃって、あ、どうしようかなーと思って。でね、今日あたり、なのかな。ゆうちょ銀行に振り込まれましてですね、確認したら本当に入っててね、うおーと思って。すげえ。マジで、みたいな感じなんですよね。だから、買おうかなと思うんですよね。ちょっと8万入ったしなーみたいな。なんか、こう、まあ、あれが入ったみたいなもんですよ。会社からのね、特別なね、ボーナスみたいなの入ったようなもんですよ。ただ、俺結構真面目な人間で、自分ではめちゃくちゃ真面目だと思ってる人間なんですけど、ボーナスとか全部、貯金してます。うん。ボーナス貯金、あと、ここで、まあ、ね、また、裏話ですけど、俺はですね、基本的にまあ、働いてますけど、働いてる、まあ、働いてるね、給料は、半分貯金してます。半分貯金して、残り半分で、まあいいや。それ以上言うとちょっとあれなんで、半分はもう貯金してるんですよ。だから 50% は、給料の 50% 全部貯金してるんで。で、このさっき言った通り、ボーナスは出ますけど、年2回出ますけども、まあそれも全部貯金してる。ので、もう逆に言うと、もし、それ以外の収入っていうのは結構もう自由に使ってるんで、給料の半分はほぼ9割か8割方は全部、まあ、趣味のゲームとか、ゲームとか、あと副代とか、あ
あと、まあ食事代とか、で使ってますね。まあそんな感じなんで、今思ったんだけど、ニコニコ生放送ってまあこの四つ目にね、だけ見てる人はわかんないんですけど、実はあのニコニコ生放送というのをやってまして、それでね、ニコニコ生放送用にですね、あれも買おうかなと思うんですよ。ニセトロキャプチャー。3DS 用のニセトロキャプチャーを、ニセトロ買おうかな。そや、8万入ったしな。どうしようかな。ニセトロキャプチャーか。3DS 用。3DS のやつ。3DS。買おうかなとは思うんですよね。どうしようかな。まあでも買うとしたら 3DS ですね。3DS。3DS、まあでも2万ぐらいか。いくらだ。ニセトロキャプチャー3万2千円だっけ？うわぁ、3DS の新品とプラスニセトロキャプチャー3万2千円もすんのか。たっけ。3万2千円もすんの？高くね。まあ、ニセトロキャプチャー、ああ、でもな。ああ、高いな。3DS のニセトロキャプチャーで、まあ、2万円で、今持ってる、俺が持ってる 3DS と、を改造してくれるっていうサービスがあるんですけど、それが約1万9千円かかるんで、どうしようかな。でも、新品の方がいいんだよな、やっぱな。でも、言うて 3DS ってなんかやるゲームあるかな。俺今やってる 3DS のゲームあれか。電波人間の RPG。フリーをやってますけど。あーどうしようかなー。3DS の改造してもらうか。うわぁ、でもなんか改造してもらうのもなんかあれなんだよな。1万9000円か。これはもうニセトロキャプチャーを買って、3DS のゲームをやるか。まあでも3万2000円か。まあちょっと考えてみる。べきではあるけど、3万2000円か。うわ、微妙だな、なんかな。まあでもとりあえずニコ生は結構俺の趣味なんで、まあ腰痛も趣味だから、やっぱカメラはやっぱり買った方がいいかな。とは思う。ですよ。カメラはね。
カメラはやっぱり、買った方が、まあ皆さんのね、見やすさとかにもなりますから。まあちょこっとなら調整できるんですよ。今ちょっと調整してますけど。こうやって明るさ調節したりとか、コントラスト調節したりとか、もできるんですけど、色の強さ調節したりとか、これいいな。あと一つ聞きたかったのは、動画でね、俺結構ゲームが好きなんで、ゲームの動画とかっていうのは、需要があるのかなというのも聞きたかった。わけです。下げ動画とかばっかり上げててもね、あれですからね。まあ、上げててもあれですからねって言っても、このコミュニティっていうか、このチャンネルはまあ、いわゆる酒動画専門ですから。まあ逆に言えば、他のチャンネル作って、まあ多分何個もチャンネル作れると思うんで、それでゲーム配信専用のチャンネル作るっていう手もあるんですけど、ただ、まあゲームは基本的に俺は、ニコ生でやってますからね。ニコ生でやってっから、別にいいかとは思うんですけどね。うん、まあ、とりあえずこの1万円の、ウェブカメはちょっと買おうかな。一番いいこの、ロジクールの HD プロウェブカメ。これやべえな。これやばそうだ。1万円だけ多分あるぞ、これは。ロジクールは本当にあのウェブカメラがすごい、安いやつでもね、一番安いやつでもめちゃくちゃいい性能なんで。今だって俺使ってるのがこれ多分一番安いやつですよ。すごい。それでもこの凄さっていう。結構画質がいい。ですよ。うん。まあまあ。画質がいい。かなとは思うんですけど。ふぅ。まあ、そんな感じですね。もうモルツビールもそろそろ2缶飲み終えるところです。ね、今は、クーラーつけてるんで、30度ですね。30.4 度。今日、クーラーないと33度あったからな。やばい。マジでやばい。まあ、33度ありましたからね。暑い。新潟、まだ台風が来てるみたいですね。明日も33度。
暑い。いやー、でもどうしようかな。8万も入っちゃったからな、金な。お金8万も入っちゃったからね。8万か。でも言うてさ、いわゆる腰つべのさ、チャンネルのさ、誰だ？ヒカキンさん。一番すごいヒカキンさんなんて、あれ、年収が1億円超えてるらしいですからね。年収1億円と比べて8万って言ったら、まあ、ゴミみたいな。しょ。8万ですよ。それで俺喜んでるって考えるとなんか、あれ？なんか、俺終わってるなぁと思うんだけど。いやでもお前、普通に考えてみ、普通のさ、人間庶民がさ、庶民がですよ。ポンと8万入ったら嬉しいでしょ。なぁ。1億円超えてるってことは、年収1億円ってことはだよ。月収が1万、じゃね、1000万ぐらいってことだよ。1000万か900万ぐらいか。かすごいね。もう1億手に入ったらもう俺仕事辞めて一生もうニート生活だわ。だからいかにこのあれが儲かるかわかる、すごいですよね、腰つべとかね。ニコニコ動画もそうだけど。まあちなみに俺ニコニコ動画でも一応、お金は入ってますけど、まあ、これはもう言えないレベルの。8万で喜んでる俺が言えないレベルの、消費税が、消費税今 8% だから1万の8。1万円の消費税が 8% で、1000だから800円ぐらいか。あ、消費税以下ですね。8万円の消費税以下のやつで喜んではいない。まあ、喜んではいないけど、まあ。でも動画上げてるだけで金もらえるっていうのは、まあ、まあありがたいっす。確かに。確かにありがたい。ありがたい。それはありがたいですね。でも確かにヒカキンさんとかすごいなぁ。すごいけどもうそこまで行くとね、もうあれだからね、趣味を超えちゃうからね、仕事になっちゃうから。2本目飲みました。もうこの動画がね、もう何の動画だかわからないっていうレベルで雑談をしてますけど、本当にね、冗談抜きでもう何を言ったらいいか、何を話したらいいか全然わかんなくなるんで、ここまで長いと。長いとっていうか、なんていうかな。俺結構そんなに酒飲みではないんですよ。ビールだと今2本、約1リッター飲みましたけど、まあ、こんだけ時間かかってるわけだから、ね。まあ、ここら辺で終わりたいは終わりたいんだけど、どうしようかな。本当に何を喋っていいのかわかんない。こう長くなるとね。非常に難しい。ところでは。
まあ、もう一本、モルツが好きな人のために、まあ、こんな雑談をしてる場合じゃない。サントリーのモルツを愛する人間のために、もう一本、開けますか？ということで、ちょっと取ってきます。冷蔵庫からね。はい。ウィス。そういえば、話に聞いたんですけど、一人暮らしの女の子って、すごいらしいです。噂によるとですね、一人暮らしの女の子は、なんと、今現在、僕は、肌着と、パンツ一丁なんですけど。なんとそれ以上にですね、全裸で過ごしてる女の子が多いという話を聞いたんですけど。あれ、本当なんですか？わかんないけど、まあ、下着、夏だからね。夏だから下着ぐらいはしょうがないとしても、全裸でいわゆる裸族ですから。裸族で女の子でしかも裸族で、女の子でしかも裸族ってちょっと、ってなるけどね。まあ男からすれば意外と女の子っていうのは意外とちょっと、ね、意外とガサッが、なんかそういうのあるらしいですね。男がこう、想像してこう、男からの希望としては、そうであってほしくないんだけど、ちょっとお前ちょっとそれ、高望みしすぎじゃねえみたいなのはあるらしいですね。女からすればね。でも、女からしても、男が全裸で、一人暮らしで全裸で、いたらなんか嫌だと思いませんか？それはそれでちょっと女の高望みしすぎだよなって思う部分もありますよね。男から言わせれば、かなり、女の子もね、高望みしすぎだとは思いますけど。イケメンがね、これちょっと言えない。言えないけども、イケメンがちょめちょめしてないとかね、思ってる人間は多分、この類です。まさにその通り。絶対してるから。イケメンでもね、絶対してる。俺なんて、やばい。これは言うと大変なことや。これ以上はちょっと言えないけども、イケメンは絶対あれしてないみたいな、なんかそういうのはやめた方がいい。YouTuber、再生数稼ぎのために橋から飛び降りるも溺れる。なるほどね。こういう人いるわ。
外国か。外国人ですね。外国人です。まあ、仕方ない。だってさ、YouTube でこんだけ金稼げるんだよ。だって、1000万とかザラに稼いでる人間いるわけでしょ。まあ、俺なんて弱小かもしれないですけど、まあ別に、ね。まあ別に気にしてないけど。すごい時代だよね。いわゆるその、ネットに動画を上げて、それが面白ければ、金がもらえるってすごい。最近俺の腰爪の動画でなんかやけにコメントが来てるのが、なんでかわかんないんだけど、タバコの動画がやけに来てて、なんかで、大体タバコの動画なんか嫌なんだけどね。いつもなんか、あれしてるわーって、なんだっけ、孵化してるわー、孵化してるわーってこうやって言うてくるんだけど。めちゃめちゃいいやん。いいじゃない、こんなん。かしてようが、なんだろうが。あ、でも俺禁煙したからタバコを大量に燃やしてみたっていう動画3500再生もいってる。すごい。まあ別にいいんですけどね。コメントもらえるから、まあ。わーいって喜んでる。喜んでた方がいい。喜んだ方がいい。多分。多分ね、コメントもらった方が多分再生数とか伸びるからむしろありがたい。ありがたいんですよ、多分。おそらく。まあまあまあ。まあまあまあ。で、なんかいろいろ、ね、この際なんで、もうどうでもいいんで、俺の、動画になんか文句ある人が言ったらぜひ、してください。あれあれこれした方がいいですよとか。絶対そのなんか、なんたらした方がいいですよとかっていうのがあった方が絶対ありがたいですか。全然俺は怒りませんので。ぜひね。これあんまり良くないんで、まあ前にもありましたけど、俺のパンツ一丁で、パンツを配信するのは良くないと思いますよ、みたいな。パンツをこうやってさ、昔こうやってやった。昔こういう風な感じでやったんで、パンツを、あ、やばい。パンツを配信するのは良くないですよ、とか言われたんで、それは真摯に受け止めたいと思います。ね。俺には気づかないものをね、気づいてくれる人間がいますからね。そういうのはぜひ、言ってください。今後のね、動画の要化、あれにしますから。ね。ぜひ言ってもらった方が、俺のためになります。まあ。もう1時間か。もう1時間過ぎたか。どうしようかな。なんか喋ることある？これ。マジねえんだけど。もういい加減もう、
喋ることないけど、まあ、とりあえずこの、これ全部飲むまで。モルツさん。でね、あのビールってね、腹いっぱいになるんですよ。すごく。だから余計に飲めないんですよね。なかなか。あの、炭酸入ってるから、難しい。あ、そうだ。あの、関係ない話をしますけども、あの、最近、会社で、なんだ、健康診断があったんですよ。でね、一つ、残念なことがあって、健康診断でですね、身長が、1年前は、173センチ、あったんです。173センチぐらい。3. 何センチあったんですけど、測ったら、1年、今年が、172.何センチで1センチ減ってました。身長は相変わらず、59だったな。59キロ。うん。身長は相変わらずですね。うん。身長は相も変わらず、だいたい60キロぐらい。俺的ゲーム速報、ああ、そっか。ですね、俺がよく2チャンネルじゃねえ。ネットで見るのは、俺的ゲーム速報アットジンっていう、まあ、いわゆる、なんだ。うん。そういうあの、サイトね。まとめサイトっていうんですか。なんですけど、これからちょっとまた、久々にね。先ほどあの YouTuber 再生数稼ぎのために橋から飛び降りるも溺れる。これもそっからなんですけど。なんか面白いのないかな。超老報イケメンがモテる時代は終わった？女子の8割近くが好きになるのは仏面と判明。やったー。あなたが実生活で好きになるのは次のうちどのタイプの男性ですか ?1 位仏面 75.3%、 2位イケメン 22.6%、 3位ブサメン 2.1%。 むしろブサメンが 2.1% いるっていうのがすごい。むしろそれすごくない ?50 人に1人ブサメン好きな人いるんだよ。むしろそこに注目するべきじゃない ?50 人のうち1人お前ブサメン好きな人いるんだよ。普通に考えたらお前、それはすごいじゃないか。それは、それすごいじゃないか、それ。お前50人に1人ブサメン好きな人がいるんだと。ということを考えれば、
50人ナンパすれば、一人は、オッケーするっていうことになる。やったー。やったー。まあ、俺は、したことないです。なんだ。ナンパは、ちょっとしようかなと思ったんですけどね。ナンパしようかなと思った時が、ゲーセンでちょっとナンパをしようかなと思った。めっちゃ可愛い子がいたんだよ。メガネかけたね。俺メガネフェチなんで。メガネフェチなんでね、大人しそうななんか、メガネかけた。オタク、じゃあオタク、作っていうよりなんか、ちょっとこう、まあ、そんな子がいたんです。でね、うわ、可愛いなと思って、まあ、なんかクレーンゲームやってたんですけど、うわ、これならちょっと声、一人でいたんで、ああ、ちょっと声かけたいなーとは思ったんですけども。まあ無理です。まあ無理ですね。あ、そうだ!これですよ。ドラゴンクエスト11がとうとう発売されるらしいということでね。明日、違う、明後日か。7月の28日にですね、とうとう何で出るか。いわゆるハードですね。ゲームハードがですね、とうとう、発表されるということなんで、やっかー。俺はぜひですね、出してほしいのは、プレステ3です。プレステ4持ってないんで、プレステ3で。多分、俺の予想だとプレステ4と、プレステ3の多分、3、4で多分出ると思う。俺の予想。でも、ドラゴンクエスト11が出てほしいゲームハードはどれ?ということで、アンケートを取ったところ、ランキングが、1位がパソコン。43.3%。2位がプレステ4。16.7%。3位がプレステ3、9.7% という結果にもなったらしい。1パソコンってさ、お前、バカじゃないの?パソコンとかお前、キーボード操作すっげえ難しいんだよ。俺、キーボード操作大嫌いなんだよ、お前。パソコンゲームは、キーボード操作が難しくて嫌なんだよ、俺。パソゲーは。だからお前このアーケードじゃねえや、コンシューマーで出してくれって言うんだよ。プレステ3でいいよ。安定の。安定のプレステ3でいいよ。3DS ダメ。携帯機はダメとしても、携帯機はないとしても、やっぱプレステ3ですよ。今一番遊んでるゲームが多いっていうと多分プレステ3だと思うんで、多分プレステ3は来ると思う、俺は。間違いなく来ると思う。絶対プレステ3は来ると思う。ですよ。パソコンはダメです、絶対。絶対ダメ。絶対あかん。なんでかっていうと、そもそもパソコンってゲーム機じゃないでしょ。何言っとんのと。アホかと。マジで。マジ、パソコンがゲーム機とかいう、にわかはマジで死んでくれと。パソコンはゲーム機じゃないだろ。あ、そうだ。一つ言いたいことがあった。
これ本当動画にしようと思ってたんだけど、ずっと最後の最後ですみませんけど。最近ニコニコ動画の有名な、ツワハスさんという、ツワハスさんというのがですね、やらかしたそうでですね。これについて、ちょっと言及しておきたいと思います。これ動画であげようかな。まあまあ、ツワハスさんね。どうやら、まあ有名実況者、超有名実況者、俺も見てました。俺好きで見てましたけど、まさかあんなひどいことする人だと思わなかった。ということでですね、ここで終わりです。今日はここで終わり。終了。これ動画であげるわ。ニコニコ動画であげよう。そうだ。ニコニコ動画であげればいいんだ。ということでね。うん。ニコニコ動画にあげることにしました。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。